やる真似をして、いや冷たいね、冷たい、いや雪が残ってるな。この夏出てこようと思ったんだけど、去年と変わんないね。風船があるけど、今年は子供連れてこなかった。次に戻ってもいいけどね。今まとまってきてるからさ、これ拝めねえから、拝んでくれるんですよってみんな言ってるから、中へ入んねえからね、入れないからね、うん、コロナで全然、うん、だから外だけで中へ立ち入り禁止になっちゃって申し訳ねえけど、うん、これお茶飲んでもらって、うん、そうそう、いや少しお暮らしはないけど、どうもー、今年は滝に打たれる人は、ああ来る予定なんだけど、一時時間は分かんないですか、あの常務新聞社がさ来るっつうんでさ、これはやるよ、常務新聞来るっつうんで、時間まだ未定なんだけど、で私聞きたいんですけど、棚下で鉄道の隧道とか掘ったこと知ってる人っているんですかね、おじいさんばあさんから聞いたとか、いねもういないですか、はい、ね、あとは佐久発電所の水引っ張った話とか、うん、そうよ、ね、やっぱりいないですか、佐久発電所はこの人が掘ったんだけど、ああだって佐久発電所っていうのはもうさ100年も前ですよね、掘ってる人いねえよ、だってうちは小池原なんだけど、小池原のところにもその隧道が通ってるの俺最近知って、この上がってくるだろ、はい、上がってくる車駐車場があるだろ、はいはい、あれは佐久先生のあの廃道だから、あの上がってくる道が、そうだよ廃道だよ、だからこの下にさ お堂がここに掘ってあるだろ、神様掘ってあるだろ、でかい石に、あはいはい、地震で掘ってきたやつね、うん、そこの広場は全部佐久発電所の廃道だよ、その奥行ってみる、こんなでっけえ、こんなに、ああそこ知ってます、中入れないところ、廃道だ廃道、佐久発電所の建坑だ、廃道、あそこが建坑なんだ、そうです、でそれからこう横こそっからずり出して、あそこのとこはうちのでブラックで駐車場に借りてる、佐久発電所とあれだよ、タラタのトンネルのあれや、分かってる、分かる人いねえよ、明治だもんですよね、だからだってあの敷島の停車場からあのあら猫の荒屋敷のところにロープウェイがかかってたみたいなんですよ、隧道掘るに、だから猫のとこもあの横そうそう、だから俺はそんなこの先もズリが出てるんだよ、この先あれだよ、マンホールあってその下おいな子供の時蓋開けると
ごい水が流れてるよ。その水道の佐久発電所の水路ですか。佐久発電所の水が流れてる立子。これこっち行くとさ、はい、こっち側であの土建屋がこの広場みたいなの作ってあるよ。あ、結構先まで行くとですね、うん、先、はい、そのすぐ上が建てて、ぐーぐー、いやー無理だ。あと俺昔棚下の堤さんつんと角野昇さんの選挙の時に一緒に仕事して、なんかそこの車通る隧道があるじゃないですか、あそこはなんか人こう曲がってんのはなんか人があそこに埋まってんだとかなんか言ったんだけど、そういうのなんですか、うん、だから人が埋まってるっていうよりあれだよな、トンネル向かいに掘ってきさ発破して、うん、発破続けりゃ土砂暮れ見たのがみんなトンネルしたから酔っ払って殺されて生まれあのトンネルの入り口だって行かってこの間はそうじゃ出てた。本当ですか。失明したから発掘したよ。でも警察全然調べないよ。昔ほら半馬とかそういう土砂暮れ者がら地上にしたのよ。爆地して爆地の方でやられて殺されたのよ。骨が出てた。あれちなみにお父さんは昭和何年生まれになるんですか。俺なんか俺はあれだよ、明治生まれだよ。あ、俺かい。二十何年。ああよくある。明治だよ。俺らも分かんないで、うちの親父と3つぐらいしか違わないんですね。あ、いい話聞けました、ありがとうございます。いやー、ほーっていう話みてえだな。大丈夫です。はい。じゃあ俺だけやって次の人がいねえんだ。じゃあ俺と二人で二人でやる。こんな声で。色が変だけど。え、変な人が。26年生まれぐらいのは全然変なの。それ以上何も変な。まだ決して切れ出した。あ、俺もね。最高にね。あ、どうも去年はお世話になりました。あ、どうもこれ撮ってた人、はい、あ、いやー、宮田今日中止だっつんだよ。何やってんだっておめえと思って。宮田だって。お父様に語られるぞとね。宮田は宮田の父様じゃねえんだからいいんだ。宮田の持ち物じゃねえんだ。まあそう、あ、東京の方の寺ですか。千賀、千賀口の持ち物。ね、あれが花なんだ。じゃあ。今いる人で、あの佐久発電所の隧道を掘った話とか知ってる人っているんですか。いないですかね。うちらのじいさんばあさんの時の明治大正の話ですね。もうなかなか会社の人は、今いる人はいないだろうから時間も。棚下の小学校は明治にできたやつをそのまんまなんですか。全然行き合ってないんだよ。いやいや、一回建て替えてるんですよ。あの100年 あの石碑が立ってるけど、左側にあるやつの前に、うん、木造というか靴屋みたいなのがあったんだけど、それ壊してあるね。今の左側の建物ができちゃった。右側はもともとあった建物。右側はその後建てて、いや、この前動画撮り行ったんですよ。なんか渋川市で飛びちゃうかもしれないって聞いたから、これは動画に残しとかなきゃダメだな。あ、そっか、もう屋根がダメ。山がいっぱいあるよ。雨漏りだから。中見るとなんか備品がまだいっぺい減ってて。あ、そうそうそう、どうすんだんだよな。かっちゃんとはたまにこれで行き合うから。新しい
じゃあ一回建て替えたんですね。そんなもの建物なんかなと思ってたけど、やっぱ違うんだ。あれでも勝ち分けも俺はな、65ぐらいになる。そうだよ。ああ、たまげた。